はい皆さんこんにちはキムリンオオーディオです、えー、今日は嫁さんの S660 のタイヤがもうだいぶ摩耗してきまして、えー、まあ、このように、えーまあ、スリップサインがそろそろもう顔を出すというところとあとあの内側タイヤの内側ですね。ちょっと こういうちょっと見えますかねちょっとこういうあので,でこぼこじゃないですけどもダンベリがこう結構これ内側タイになりますんで結構キャンバーがついてるやっぱりさすがに四輪独立圏画っていうだけあってリアにもアライメントがつきますんでえ、まあ、キャンバーとかあとリアも島院側に振ってるのかなミッドシップってもしかしたらリアリアは島院側かなちょっとちょっとその辺ちょっとデータは僕分からないんですけども。 こういったべりがこうやったがやぱり出ててきましてで意外と外側のタイヤって綺麗なんですが内側の方が少しこ,うこのように減ってきたということとあとまあ駆け込み需要じゃないですけどもまあ10月からまあ消費税がまあ変わりますのでえ今のうちっていうことでえまあタイヤを注文してまあタイヤ側の あの整備工場の方に入りましたよということですので、えー、今、ちょっとタイヤだけ取り外して、えー、僕のあるところに積んで、えーまあ、交換してもらおうかなというところであります。でその間の、ちょっとスタートルスタイヤを履かしてですね、えー、これで今日1日だけスタートルスタイヤ履かしてでタイヤ組み替え終わったらまた今日ネオバックに変えようと新しいネオバックに変えようというところであります。 今ちょっと後ろのタイヤ外したので、えー、ちょっとまあブレーキ周りとか、えー、まあリアのサスペンションですね、ちょっと見てみましょう。えーっとあまあ、自分、北海道ですので、やっぱり融雪剤という影響がこうボディにやっぱり良くないということで、えー、まあこのように、まあ、あの防水塗装っていうんですか、をもうやっております。まあ、おかげであの大きなサビっていうものは まあ見当たらないんでですね、まあ、それなりに効果があったのかなと思いますでこれあのスタビライザーですかね、えー、こんななってるんだ、えー、まあスタビライザーがあったりであとちょっとブレーキローターなんですけど嫁さんってあのまあ実際土日も仕事なんですよでほとんど休みがないまあちょっとお医者さん関係の仕事してますんで、まあ、土日はないんですが 通通勤勤の電車通勤なんで,す、ね、でまあ家から駅最寄りの駅まで、えーまあ、これに乗ってで駅の近くの駐車場に停めてそれから電車っていうことで、えー、実はこれ一日の走行距離って本当に数キロしか乗ってないという非常にもうなんていうことなんだろうというようなですからやっぱりローターが一度錆びても綺麗に錆びが落ちる前に。 目的地についてしまうもんですからどん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 ローターが錆びていくというそういったあのちょい乗りちょい乗り現象っていうんですか、えー、そういうのがやっぱり発生しますね。あ一応安全のために輪止めは、えー、かけてますがでフロントも、えーまあ、同じようにですねやっぱりこうちょこっとしか乗らないもんですからもうさびが取りきれる前に。 えー、まあ運行、うん、を止めてしまうもんですからまあローターはもうさびる一方というところでありますでまだフロントタイヤあとこれ1本外したら、えーまあ D、あの整備工場の方に持って行ってタイヤ組み替えてもらうんですけどもまあフロントの方はそんなに、えー、摩耗っていうのはないんですけどもねやっぱさすがにリア駆動だけあって、えー、リアのタイヤはやっぱりこう摩耗が早いですね えちなみに、うん、とこのタイヤで、えー、走行距離が3万キロぐらいでしょうか。3万キロぐらいで,す、ね、でまあ通勤で本当、まあ、ちょい乗りしか乗せてないんですけども、えー、走る時は、まあ、一気にもう200キロとか300キロとかいうツーリングを、うん、ツーリングっていうんですかねドライブを時々やりますんで、まあ、僕と一緒にですね、えーまあ そういう時にこういったヘリをまあマモが進むんでしょうね。えー、これも結構結構またダンベリっていうんですかが、えー、こ,こ,こう指で触ってるカタ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 というような摩耗をしております。いややっぱり錆びるからホイールの内側って結構結構やっぱりすごいですね汚れがはやは激しいですね。 あとこれはフロントですフロントはそんなにあっおーっと今僕見たんですがフロントこれももう結構結構もう内側の方がああもうだいぶ摩耗してあもうここなんかもうもうあもうトレッドがもう,もう消えかかってますねまあ駆け込み需要ということで、えー、もう今のうちに、えー、まあタイヤだけ変えてしまおうということで、えー、ちなみに このネオバー、えー、僕がお金を出します、えー、これあの僕あの動画でですね、えー、嫁さんの S660 に乗ってみたというところで、えー、まあ車の出演料として、えーまあ、ギャラとしてタイヤ買ってって言われたので、えーまあ、駆け込み需要もありますんで一緒にじゃあタイヤじゃあ買うかということで僕のお金で買います。 えー、ということでですね、えー、僕のワークス君は当分の間、まあ、ノーマルというところになってしまうんですけどもまああのー、僕自身まだですこのワークス君完璧に乗り,乗りこなすっていうか、えー、まだまだ全然もうあのハンドリングから <laughs> 馬力から <laughs> もうちょっともう僕にとって今のところもう これでで十分だなってて満足してますんでこれ以上なんかパワーアップしてもどうか宝の持ち腐れになるのかなというところで、えー、まあとりあえず嫁さんの S6 君結構ちょっともう年数経ってるんでですね、まあ、メンテナンスも兼ねてで、えーまあ、やってあげようかなというところであります。 あと、まあそうですね、嫁さんの S660 ってそんなに深く紹介したことないんですけど一応あの無限のえハードトップですねでリアがこれ何ですかねこうこう動くやつこうあのアクティブエアロっていうんですかねとかあとユーロホーンユ,ユーロホーン純正でホーンがあるんですね。 こんな音とかですねであとちょっとウイン,ングってウイングってこれで動くのかなえっとあっス,スイッチこれかちょ,ちょっと押してみますちょっと僕もこれよくわからないんでこれどうやったら2回押しかなあ動いたへえこんななってんだちょっとえ、ね またちょっと下げますというようなこんな仕様になってますあ,あとですね僕あの660をまあ見ててこれすごい気になったんですよこれってあのドア閉めた時の剛性を上げるものなんでしょうかそれともあのドアを閉めた時のまあ音とかそういうのをこうあの なんか音質をこう調整するものなんでしょうか。結構ちょっとこう硬いんですよね。ゴムだと思うんですけど硬いんですよね。これもしボディ剛性を上げるっていうんであれば、僕のワークスクーにも同じようなものをこうつけてみたいなって今密かに考えてます。これこれは何のためにあるんだろう。 ちょっと僕もわからないんですけどもえちょっとこれが気になりましたいつも僕って気になる気になるってなんか気になったら気になってもうなんかとことんやってしまう癖があるんでこれもちょっと僕今気になってるところです。もしかしたらこれ、えっとうん、ワークス君のドアのところにもしかしたらこう活用できるかなとかそんな感じであります。おっとということでですね えー、まあ今日はちょっと嫁さんの S660 のタイヤの件で動画を上げてみましたえー、まあ今日もあんまり大した内容ではありませんが、えー、今はまあ嫁さんの S660 を動画に上げてしまったせいでですね、えー、嫁さんもあのなんかね私の S660 って、えー ど,どうなるのとか、えー、また動画あげるのとかこう、まあ、言われてるんですがであの別にあ上げてもいいよって言っておりますんで、えー、動画を上げます。であとはあのコメントとか頂い,いててですね、えっと、うちの皆さんも結構喜んでてこう「あコメントあすごいこのコメント嬉しい」とか言ってくれてますんで、えーまあ、僕のワークス君と S660 君とあとまだなかなか。 なかなかちょっとガレージから、えー、出すことがない AZ1 となんかうち3体とも軽自動車なんですけどもまあそういうことで今後ともああと僕最近全然オーディオやってませんねオーディオはあのもう毎日ちゃんとあのオーディオはちゃんとやってます、えー、ただあの動画を上げる前にあの音楽に聞き込んでしまってですね動画を上げるのを忘れてしまっているというところもありますが ま、これはまた近々、えー、頑張って動画を上げてみたいと思いますのでオーディオファンの方もうしばらくお待ちくださいもう車を買っちゃったせいでもうもう本当に大変なことになってますということで、えー、まあ、ま、ちょっとあちこち、えーま、S660 くんのこととか見ていただきましたがまあ現状こんな状態であります、えー、それではまた、うん、大した動画でもないしまたつまねえなって言われです てしまいそうなんですが、皆さんもあの今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。